改革党は夫婦別姓大反対しております。理由は戸籍が混乱することであります。横の国はですね、今のに夫婦別姓でありまして、面白いなと思ったのはですね、文大統領がキム夫人を伴ってアメリカに行ったっていうですね、夫人の名字がキムっていうらしいんですけど、文大統領の奥さんキム夫人なんだそうです。あとですね、姓が変わるから私は結婚できないっていうですね、女性の宿命とかたまに出てきてですね、別姓推進派の根拠になっておりますけれども、そんなね、名字が変わるのが嫌な人は結婚しなければいいんですよ。結婚する資格がないですよ。夫でも嫁さんの方でもいいですけれども、女性が性が変わるのが嫌です、結婚できませんって言うとしたら、旦那はお嫁さんの名字になればいいじゃないですか。男はそういう時に優しさを発揮すればいいではないですか。別姓推進派の狙いは戸籍の混乱と他人の戸籍を乗っ取りやすくすることであります。なりすまし、背伸び、生え伸び、いろいろ言われておりますけれども、日本人の戸籍を乗っ取ると、そういう目的で戸籍を混乱させたい、あわよくば戸籍制度を廃止したい、このぐらいをやって夫婦別姓を推進しているのは推進派の皆様であります。